ットな連携だったよ。あの犬、ヒョウマですわ。ただの雑魚じゃないようね。人間にしてはだけど。あの、頼みがあるんだけど。ああ？俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間、マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ、噂の同志ですぜ。橋の奇跡のか？こんな若造って冗談だろ。マーリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならない。けど、警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか？俺たちを利用して、美味しいところを独り占めする腹なんじゃ？そんなことはしない！口で言われてもな。じゃあ、どうすればいい？教えてやるよ、同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気なら、これから言う金額を持ってきな。話はそれからだ。どうするよ、同志様。へえ、思ってた同志。金を出せば信用するのか？じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ？使命感や義教心だ。俺の部下が疫病で死んだとしてだ。そんなもんが残された身内を世話してくれんのか？一生。それは。だが、金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。もっと現実を見な、お嬢ちゃん。現実か。さて、依頼はこの町の警備だったな。受けたまわるが、見返りに。この町、好きにしちゃってもいいよな。本当にいいのか、スレイ。心配ないよ。契約を重んじる人が、そんなことしないさ。合格だな。仕事だ、野郎ども！全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周。3番隊は市内を固めろ。警備隊 A は俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ！おこれは？釣りだよ。仕事は適正価格で受ける主義でな。まあ、意外にお得。こう見えてもお客様本位なんだ。できたよ。
グミの調合が終わったぞ。ピリピリ来る。この奥に何かいるぞ。はい、私にも分かるほど嫌な気配です。気合と度胸が必要そうだ。植物なのに動いてる。氷河がつくのは動物だけとは限りません。熱唱の熱唱だ。我が日は真空。熱唱の闇神の剣殺し。万有かしづく膝元に新将来貫通能力のあるこいつを食らえ。なるわさ握りつぶやすいか。かける巨海。こいつを食らい拒むか。理由は契約だ。こいつを食らい一緒だ。こいつを食らい効くもおとなしく眠ってくれ。まだいるぞ。役人一緒理想の役行くぞ。魔人の剣魔王さ。まず気絶したぞ。こいつを食らえ。今が好機だ。頑張りましょう。魔王をおとなしく眠ってくれ。魔王様まだいるぞ。面倒なアキオンかける巨海握りつぶす。頑張りどうだ。助力をこれで勝利だ。私が皆さんを守り汚れを払い加護をもたらせ天皇派レジシャン無人の決戦アッキーだ。先人権威を払い加護をもたらせ水こぼし中ネジストエイド。これでどうだ。いきます。三番手さあ畳みかけろ。巻き上がれ。よしやれたら畳みかけろ。デリーこれでどうだ。まだだ。おお大丈夫かみんな。僕も忘れられない。ゼリャー強靭タッチ。これで勝利だ。避けられぬ。汚れを払い加護を持ち上がれ。逃がさない。レジストエイド。ゼリャー。さあ天皇派天皇派一刀両断。さあ行くぞ。巻き上がれ。これでどうだ。ダンナソー。さあゼリア負けるか。終われない。負けるか。ゼリアロー向こうはヒーロー。
汚れを払い加護を持たせ畳みかけろ。よし行けるっしょ。汚れを払い加護をもたらせ巻き上がれ。ほどきましょう。行くぞ。頼みを守って逃げ。癒しを引く。汚れを払い加護をもたらせ行くぞ。ネジストブルー、まだいるぞ。アスキオン、安い。行くぞ。天狼波、これでどうだ。ケチラ、巻き上がれ。よ、滅傷だ。巻き上がれ。火は荒れ狂い。ケチラ、逃がさない。ルコーは一刀両断。スレイの同志としての力量はどう。才能に満ち溢れていると思いますわ。過大評価しすぎだと思うけどね。ミクリオさんとの友情も申し分ないですし。それこそ過大評価だと思うけどね。あれは？これってまさかエリクシール？マオテラスが作ったっていう万能薬。あ、ヒメウスバシル蝶ですわ。ライラって時々不思議だよね。それよりエリクシールだ。本物かな？天意見聞録によればエリクシールの生成術は過去に失われているってあったけど。あ、前角コエマコガネ発見。舐めてみればわかるかも。おい、大丈夫か。一滴くらいなら。うわ、回復した。本物だ。これ普通に買えると便利なんだけどな。それは難しいですね。人の世界に残っているエリクシールは教会が管理しているはずですから。へえ、教会が。もう虫のことはいいんだ。全力で当たらせてもらう。ケチラ、アスキオクラス、ヒントレッド、行くぞ。倒したぞ。過信症霊、流れを払い加護を持たせ。甘く見るなよ。一転速ダイロン、塩分メッセ。反則昇魔の耐性属性に気をつけてください。固有熱人、塩分メッセ。大丈夫かみんな。私行くぞ。一転突破、固有熱人。レックソ、滅傷だ。降格昇魔は術が効き合いのです。これで勝利だ。この森も遺跡だったんだな。どの遺跡も氷魔の住処になっちゃってる。本当に広まってるんだな、汚れが。スレイさん、遺跡が氷魔の巣なのは僕も残念だよ。けど探検しながら氷魔も払えるのは一石二鳥じゃないか。どんな探検家や歴史家もできなかった冒険だ。前向きだな、ミクリオは。は？うん、悩んでても答えは出ないしな。それくらい能天気な方がいいよ。スレイさんに言われるとショックですよね。行こうぜ、ポジティブミクリオ。お前分かって言ってるだろ。略してポジリオ。略すな。石碑か？